どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ミクシー M がプリペイドカードのリアルカードをですね、再発行するっていうのを発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ANA マイルのね、還元率が最大 1.75% を誇る、このね、JQ エポスゴールドカードありますよね。これと組み合わせるとですね、このね、まぁ、ちょっとミクシー M っていうね、全カード、この 6g っていうカードなんですけども、まぁ、この2つをね、組み合わせることによって、最大ね、ANA マイルの還元率が 1.75%。かなりね、おすすめの組み合わせっていう風になってるんですよね。でですね、このミクシー M っていうのは、この 6g っていうね、このプリペイドカードが、まあ新しくね、ミクシー M っていう名前に変わって、まあ今回ね、新しくリアルカードを発行するわけなんですけども、このね、6g のプリペイドカードのリアルカード始まって、もうね、1年以上このリアルカードの発行っていうのは止まってたんですよね。で、止まってて、もうずっとね、いつ再開されるのか、もう再開されないのかな、なんていうふうにね、まあ思ってたわけなんですけども、先日ですね、ミキシー M のね、ツイッターの方で、リアルカード準備中ということで、もうすぐ、発行再開するっていうのをですね、アナウンスしておりますので、もうちょっとでね、発行再開すると思いますので、本日はね、改めましてこちらの解説やっていきたいなと思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらのね、ミクシー M、まあ前の名前がね、6g っていう名前で、新しい名前はね、ミクシー M っていう名前なんですけども、このミクシー M っていうのはですね、SNS でね、一時期めちゃくちゃ流行ったミクシーってありますよね。あの会社が運営しているプリペイドカードサービスが、このね、ミクシー M っていうプリペイドカードっていう風になってるんですよね。で、この、私が持ってるのはね、6g で全身のカードなんですけども、年会費はかからないで、Apple Pay とかにもね、登録することができるっていう風になりますんで、非常にね、使い勝手が良かったんですよね。で、またですね、このね、JQ エポスゴールドカードとかの組み合わせがね、非常に良くて、かなりね、一時期流行ったんですけども、まあ、このね、リアルカードが止まってしまって、もうね、1年以上ね、再開されていなかったわけなんですけども、まあ、やっとね、再開がアナウンスされたっていう感じになるんですよね。で、このね、ミクシー M っていうのが、まあ、一体何なのか、まあ、何がいいのかっていう話なんですけども、このね、ミクシー M、って呼ばせていただきますけども、このカードね、還元率はゼロなんですよね。ですので、これで、決済しても、特にね、還元率、まあ、なんかポイントをもらえたりしないわけなんですけども、このね、ミクシーが運営している、この 6g、まあ、ミクシー M っていうこのプリペイドカードはですね、エポスカードのゴールドカード、まあ、これ JQ エポスゴールドカードですけども、このね、エポスのゴールドカードの選べるポイントショップでですね、このミクシーっていうのは選択することができるんですよね。で、これをね、選択していただくと、エポスからこのミクシー M にチャージするのにもですね、この選べるポイントショップの倍率が適用されて、1.5% 還元が取ることができるっていうね、めちゃくちゃお得な組み合わせっていう風になってるんですよね。で、またですね、この選べるポイントショップっていうのは3つしかね、選ぶことができないんですけども、このね、ミクシーを選ぶことによって、このね、JK ボスゴールドからこの 6g、まあミクシー M にね、チャージするのはすべてね、ポイント3倍になりますよね。ですので、こちらでですね、追加チャージとかね、利用していただければですね、この選べるポイントショップっていう中にあるんですね、モバイルスイカって項目あるんですけども、このミクシー M にね、チャージして、まあそこからスイカチャージしといていただければですね、選べるポイントショップ3つしか選べないわけなんですけども、まあこれもですね、うまくね、項目をね、減らせることも、まあできたりするっていう風になるんですよね。またね、このエポスのゴールドカード、まあ、エポスゴールド、JK エポスゴールドね、まあ、両方なんですけども、100万円を利用していただくと、プラスね、ボーナスポイントが1万ポイントつくんですよね。ですので、100万円までの支払いに関しては、プラス 1% 還元っていう風になるんですよね。ですので、このね、JK エポスゴールドカードっていうのは、基本還元率は 0.5% 還元なんですけども、選べるポイントショップでミクシーをね、選んでいただいてチャージしていただければ、1.5% 還元。またね、100万円までの利用に関しては、2.5% 還元がね、取れる、めちゃくちゃお得なね、カードっていう風になるんですよね。ですので、このね、エポスゴールドカード、JK エポスゴールドカードね、保有している方は、このね、選べるポイントショップでミクシー M ね、選択していただいて、まあ、チャージしてね、利用していただくっていうのがね、非常におすすめっていった形になります。で、次にね、
貯まるポイントなんですけども、エポスゴールドカードの貯まるポイントはエポスポイントっていう風になりまして、 JQ エポスゴールドカードは JR キューポのねポイントが貯まるっていった形になるんですよね。でエポスゴールドカードはですね、 ANA マイルに 60% で交換することができて、 JAL マイルにはね 50% で交換できるっていう風になりますんで、エポスゴールドカードの ANA マイルの最大還元率は 1.5%、 JAL マイルの還元率は 1.25% っていう風になるんですよね。このね ANA マイル還元率が 1.5%、 JAL マイル還元率が 1.25% っていうのは本当にねプラチナカードに匹敵するぐらいですね、還元率がね高いって言った形になるんですよね。ですのでまあ100万円のね決済までにはなるわけなんですけども、こちらねかなりおすすめって言った形になるんですよね。で JQ エポスゴールドカードはですね、JR キューポっていうねポイントっていう風になりますんで、JAL マイルのね還元率は 1.25% で変わらないわけなんですけども、 JR キューポポイントっていうのは 70% で ANA マイルにね交換することができるっていう風になりますんで、 JQ エポスゴールドカードに関しては ANA マイルの還元率がね 1.75% 還元っていう風になるんですよね。このね 1.75% 還元っていうのは国内でね多分今おそらく一番高い還元率じゃないのかな。これより高い還元率って多分私の知る限りないと思うんですけども、本当にね最高峰のね ANA マイルの還元率、まあ先ほどから言ってる通りね100万円までの決済にはなりますけども、非常にね高い還元率が出せるっていうカードになりますんで、かなりねおすすめっていった形になります。で次にですねポイント交換のルートに関してなんですけども、エポスねゴールドカードに関してはこういった形になっておりまして、エポスポイントに関してはですね必要カード何にもないんですよね。ですのでただ単にですねエポスポイントを JAL マイル ANA マイルにね交換していただければ、まあこういった形でね交換することができるっていう風になりますんで、非常に強いですし楽でいいですよね。特にねなんかカードをかまさなきゃいけないとか何かね必要なカードみたいなのもなくて交換することができるっていう風になりますんで、エポスゴールドカードはね非常に簡単でねシンプルでいいですよね。で次にね JQ エポスゴールドカードなんですけども、 JQ エポスゴールドカードはですね貯まるポイントが JR キューポっていう風になりますんで、こういった形になるんですよね。ルート的には JR キューポから永久不滅ポイント、そこから JAL マイルもしくは ANA マイルっていった形になります。で JR キューポから永久不滅ポイントにね行く場合に JQ セドンゴールドカードっていうねクレジットカードが必要になります。で永久不滅ポイントから ANA マイルにね交換するのにもみずほマイレージクラブ ANA っていうねクレジットカードが必要っていう風になりますんで、 ANA マイルにね交換還元率で交換したいっていう方はこのね2枚のクレジットカードがね必要になるっていう風になりますんで、この点はねご注意ください。で JAL マイルに関してなんですけども、一応ねこちら永久不滅ポイントから組んでおりますけども、まあこの JR キューポっていうのはですねそのままねエポスポイントに戻したりもできますんで、まあエポスポイントからね交換していただければ特にね必要カードなくね JAL マイルには交換することができるっていう風になりますんで、JAL マイルに関してはですねそちらのルートをね利用していただいた方が必要カードもなくね交換することができるっていう風になりますんで、この点もね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、ミクシー M がね、とうとうリアルカード発行再開ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、一応ね、発表されたんですけども、実装はね、まだされておりませんので、またね、実装されましたら、動画のね、コミュニティ欄っていうところがあるんですけども、まあ、そこでね、発表ありましたらね、出したいと思いますので、ぜひね、そちらもチェックしていただければなと思います。ずっとね、リアルカード発行されたいと思って待ってた方はですね、やっとっていう風になりますよね。で、このミキシー M のね、リアルカードっていうのは本人確認がね、必要っていう風になりますんで、ちょっとこれね、画面出しておきますけども、本人確認をね先に済ましておくと、これね2年前もそうだったと思うんですけども、先にねあの本人確認を済ましておくとリアルカードね発行開始になった時にすぐね発行できると思いますので、ぜひねやっといていただければなと思います。こちらねミキシー M の、アプリなんですけども、このね右下のアカウントをタップしていただいて、個人情報ですね、でこちらでまあ私はねもう本人確認確認済みになっている、まあもう私はね発行しておりますので本人確認済みになっているんですけども、この手順でですね本人確認ね先にしといていただくと
リアルカードね、実装された時にね、スムーズに発行できるかななんていうふうに思いますので、こちらもね、ぜひ済ましといていただければなと思います。ということで、やっとね、リアルカード再開ということで、ANA マイルの還元率ね、最大 1.75%、JAL マイルの還元率も 1.25% ということで、利用されたいっていう方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。まあ、エポスゴールドカードに関しては、まあ、エポスカードね、作っていただいて、そこから使用してね、ゴールドにしていただくのはね、まあ、キャンペーンもね、エポスカードありますんで、いいのかななんていうふうに思いますし、またね、JQ エポスゴールドカードに関しては、先日いつだったかな、もう2、3ヶ月前だったと思うんですけども、ネットで、ね、発行できるようになりましたよね。ですので、もしね、発行されたいっていう方は、こちらね、初年度年会費無料で、1回以上の利用で翌年も無料、またね、50万円以上利用していただくと永年無料でね、発行することもできるっていう風になりますんで、まあエポスカードから始めて使用してゴールドにするか、まあエポスのゴールド自体も確か5000円ぐらい払えばね、あの初っ端からね、あのゴールドカードに発行することもできますし、まあ JQ エポスゴールドカードに関しては、まあ初年度年会費無料でね、50万円使っていただければ永年無料でね、発行することができるっていう風になりますんで、利用したいと思えばですね、すぐね、こちらも利用することができますんで、こちらもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてくれるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。